皆さんこんにちは、みなみです。今回はですね、ロモグラフィーさんからロモクロムシリーズっていうのが出まして、それの紹介をしたいと思います。今回私が紹介するのはこの3つです。メトロポリス、ターコイズ、パープル、この3つです。基本的にこのメトロポリスは割とスタンダードに近いフィルムなんですけど、この2つですね、ちょっと一風変わったフィルムです。はい、皆さん、私の YouTube を普段から見てくださっている方は結構日常写真とかを撮ってるイメージがあるので、この2つどうやって使うのみたいなとかあると思うんですが、ぜひ最後まで見てみてください。結構私も最初この最初このお話いただいた時、この2つをどうやって撮ろうってちょっと思ったんですよ。でも私が普段意識しないことをちょっと意識して撮ってみたりとかすることで、なんかこのイレギュラー不思議ネガっていうのを楽しむことができました。っていうので早速、私が撮った写真と一緒にこの3つのフィルムを使った感想をお話ししたいと思います。まずじゃあちょっとスタンダードチックなこのロモクロームメトロポリスからです。このパッケージを見てもちょっと癖があんまりないように感じますね。はい、これすごい素晴らしい作例ですね。これは、ですね、私が撮った感想は、結構夜も撮ったんです。夜のスナップみたいな感じでも撮ったんですけど、この夜って光があるところとないところってすごいくっきりするじゃないですか。そのコントラストっていうのをすごい綺麗に映し出せるネガフィルムだなと思いました。例えばこの写真。これ夜に、撮った写真なんですけど、まあ、なんかやっぱりこう暗い部分がちゃんと暗く出てて、明るい部分はきちんと明るく出てて、しかも明るい部分が光があんまり飛んでない印象がありました。だからちゃんと明るい部分に焦点当てて撮ったので、その人の顔というかこう中で楽しんでる人みたいな様子もしっかり出てて面白い。ってか、ちゃんと描写できた。私が描写したいようにできたなと思いました。で、まあ普段日中撮ると割と彩度が低めのイメージがあります。例えばこれ私の父親の後ろ姿なんですけど、とかも結構彩度が低め、抑えられている写真が出来上がったなという印象です。ただ、こう赤とか青とか割としっかりした色っていうのはきちんと映し出されてて、まあこれとかは赤いドア。これこのまま私肉眼で見た通り結構赤がしっかり出ているなっていう印象です。あとは黄色、このひまわりの写真、これは黄色をメインですごい写ってて、もうひまわりが主役っていうか、こう何にも邪魔されないというか、そういう写真だなという印象です。一方でこの鉢と私の部屋で撮った鉢の写真は、このまさにこの色ですね。この色が床とこれと、あと鉢もちょっとこれよりは色薄いですけど、割とこういう、まあ、同色なので、そういうのと一緒に撮るとやっぱりちょっと何がメインかわからないというか、ちょっと難しい写真になりました。なんかこのメトロポリスを使うのであれば、私だったら夜撮影と、あとすごいくっきりした色のものが主役のものを撮るときがいいかなと思います。
次、ここからちょっと不思議なフィルムです。どっちからいこう、ターコイズからいこう。はい、ターコイズです。これは私は普段からあんまり色とか考えないで撮るというか、あんまり光の三原色とかそういうのを気にしないで撮るんですけれど、それをすごい考えさせられるフィルムです。っていうのも、これあの光の三原色ってあるじゃないですか。これは青の補色が橙色で、橙色の補色が青じゃないですか。その逆の色が出るんですよ、これ。例えば青空を撮るとオレンジ色に仕上がるとか、逆に人の顔とかを撮るとちょっと水色とか青くなるみたいな仕上がりです。まあ私が撮った写真を見てみると、例えばはい、これマザー牧場で撮った写真なんですけど、これ子供が履いているおズボンは青色ですなんですけど仕上がりはオレンジ色です。でこの子供の隣にいる親はの顔の色はこれ水色になってるんですけど、まあそれは元々の色は肌色だから、その逆の色が出てるっていう、そういう仕組みになってます。でなんか緑とかは割とまあこの見た通りの色は出ないんですけど、ちょっと青みがかった緑になってますっていうのは、このマザー牧場のこの緑色のこの写真を見てもらえればわかるんですけど、でこれもちょっと曇りだったのかな、この日なので青空が見えてないんですよ。でもちょっと青っぽい空だったので、その青いところはちょっとこうオレンジっぽく映ってるっていう感じですね。あ、これが分かりやすい。このヤギがあの木に、これですね、ヤギが木にこう乗ろうとしてる写真は全体的に緑色になってます。これははい、草の色ですでこの原っぱにあのキャンプのこう用具入れる赤いっていうかオレンジ色っぽい、なんて言えばいいんだっけ、あれなんかあるじゃないですか、この写真見ればわかるんです。これは真っ青になってますね。青の真逆の色が元の色です。でほら馬とかもちょっと肌色というかぽい馬はこの不思議な色になってます。この写真とかはあの夜の飲み屋って書いてある提灯のあの写真なんですけど、提灯ってオレンジなんですけど、これ真っ青になってますよね。っていうのでもう本当に補色の色が出るっていう感じになってます。私がすごいお気に入りの写真、今までマザー牧場の写真が多かったんですけど、あのまあ都内で撮った写真で、このすごいお天気いい日に撮ったんですけど、青い空がオレンジになってるんです。なんかもう夕日かのようにオレンジになってて、本当に真逆の色が出るんですね。面白いですよね。あ、鉢も青くなってます。最後がこれです。パープル、ロモクロームパープルです。これはまあ結構ピンクから紫っていうイメージです。でこれは特に私はあの露出露光量によってあのこの色が全然違うんですよ、出る色が。あの外で撮ると紫が青にすっすごい近い紫、強い紫になります。で家の中で撮ると、家の中とか室内とかで撮るとすごいなんかピンクとか淡い紫っていう色になりますっていうのが分かるのがこれですね。まず外で撮った写真これです。もうすごくないですか紫っていう感じです。ほらこれもこれも、はい、何枚か載せます。これ外で撮った紫です。で逆に、中で撮った
このパープルがこんな感じです。まあ割と淡いというか感じですね。でこれは喫茶店で撮った写真なんですけど、恵比寿にある喫茶銀座っていう喫茶店なんですけど、まあすごい薄暗いところではあるんですけど、まあ割とまあ光の量もあるところなんですけど、そこで撮った写真はこう淡いピンクみたいな紫です。こんな感じで、なんか普段からあんまりこう濃淡とか、あと光の三原色とかあんまり気にしないで撮ってた私にとっては、このターコイズとパープルのこの2つはものすごいなんか自分にとってはこう普段意識しないことをすごい意識させてもらえたフィルムでした。でこのメトロポリスは私これ普段から使いたいです。すごくこれものすごく好きかもしれない。このなんかちょっと控えめなあの色で、でもこう例えば撮ってみたいな、今はすごいパッと思い浮かんだのは、例えば人物撮影の時とかにそのモデルさんに赤とか青とかパッとした色を着てもらって写真撮るとかしたら、なんかすごい主人公が際立ちそうですよね。あとでもこれ、そういう、人物撮影以外とかにも、結構私は今回、スナップで撮ったんですけど、スナップとかだと夜撮影とかにもすごい向いてる。このコントラストとか、こう、光のこう、陰陽みたいなところがすごく綺麗に描写できるフィルムです。で、この、パープルっていうのはよく赤外線フィルムって思われるみたいなんですけど、これはフィルターなしでそういうちょっと、赤外線フィルムみたいな写りができるフィルムになってますので、なんかそういうのに興味ある人とかはぜひちょっと使ってみてはいかがでしょうかっていうのと、あと私これはもう全くもう私のただただ興味なんですけど、今回ロモクロームシリーズでカラー92みたいなかなのが出たみたいなんですけど、それがすごい興味あって、なんか結構この2つと違って、まあ割と普通の写りというか、確か青とか赤がすごい綺麗に写る印象のあるフィルムだったんですけど、それがすごい気になってて、なんかその92年代なのかな、名前の通りのなんかそのちょっとノスタルジーな写りがなんかできるようなフィルムがなんか出たってツイッターかなで見て、これすごい興味あるって思ったので、ちょっと個人的に購入して撮ってみようかなと思ってます。なんか今後ね、このロモクロームシリーズっていうのなんか昔から ありますけど、なんかどんどん新シリーズというか、いろんなねこうフィルム写真のこう概念を覆すようななんか面白いなって思いますので、皆さんもぜひ興味あればぜひ購入してみてください。私はこれ推しです。はい、ということで今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイ。